全館館全館の領域全館は中国の王朝である。旗滅亡後の祖官戦争に勝利した劉邦によって建てられ長安をととした。七代武帝の時に前世を迎え、その勢力は北は外蒙古、南はベトナム、東は朝鮮、西は東港まで及んだが、十四代樹脂炎の時に重心の大網により散脱され一旦は滅亡。その後、 漢朝の冒険皇族であった劉州により再興される。全漢に対しこちらを五漢と呼ぶ。中国においては、東の洛陽に都した五漢に対して、西の長安に都したことから、西漢と五漢は東漢と称される。全漢と五漢との社会、文化などには強い連続性があり、その間に明確な区分は難しく、 全漢と五巻を合わせて両巻と総称されることもある。この項目の社会や文化の節では、全漢五巻の全体的な流れを記述し、五巻の項目では、明確に五巻に入って流れが変化した事柄を記述する。漢という固有名詞は、もともとは長江の支流である関水に由来する名称であり、本来は流項がその根拠地とした。 漢中という一地方を指す言葉に過ぎなかったが、流方が天下統一し、支配が約400年に及んだことから、中国全土、中国人、中国文化そのものを指す言葉になった。文中の単位については、以下の通り、距離、一里イコール三十歩イコール千八百尺イコール四百十五メートル面積、一世イコール、一、百五路イコール四点六6英 a 重さ、一、 120国イコール一金イコール16両イコール384ん主イコール2 5 8 2 4ム溶石、一国イコール34.3リットル。高祖劉邦戦国時代を統一した、旗の始皇帝は、皇帝理念、軍権制など、その後の官帝国及び、中国歴代王朝の基礎となる、様々な政策を打ち出した。しかしその死後、二世皇帝が即位すると、 寒岸の長江の戦王を許し、また、宝具などの増営費用と労働力を民衆に求めたために、民衆の負担が増大、その不満は全国に蔓延していった。紀元前209年に、河南の陳照による反乱が発生したことが契機となり、陳照、五郷の乱と称される全国的な騒乱状態が発生した。陳照自身は、旗の討伐軍に敗北し、 敗走中に部下に殺害されたが、半身勢力は、旧祖の名族である光梁に継承され、諏訪絵を復刻し、規定を要りず、光梁の死後はその追いの光梁が、半身軍を率いて、半旗活動を行った。菅の創始者である劉邦はその部下として、真の首都であった関陽を陥落、旗を滅亡させた。その後は、清祖の覇王を名乗る光梁と、その光梁から菅中に奉見されて、 漢王となった劉邦との間での内戦が発生した。当初、軍事力が優勢であった幸運により劉邦はたびたび敗北したが、投降した兵士を虐殺するなどの悪行が目立った幸運に対し、劉邦は陣中においては、長領の意見を重視し、自らの根拠地である漢中には、旗揚げ当時からの部下である昇家を置いて、民衆の異部に努めさせ、漢中からの物資、 兵力の補充により敗北後の勢力回復を行い、さらに将軍、関心を派遣し、下北の広い地帯を征服することに成功する。これらにより、徐々に勢力を積み上げていった劉邦は、紀元前202年の外貨の戦いにて降を打ち破り、中国全土を統一した。劉邦は諸将に衰退され、皇帝に即位する。酵素は、昇家関心らの後進たちを諸行王。 劣行に封じ、新たに、長安城を造営。申請をもとにした管制の整備などを行い、国家支配のもとを築いていった。しかし構想は、自らの築いた王朝が無事に高等に、継承されるかを考慮し、反対勢力となりうる、可能性のある関心ら更新の諸行王を粛清。それに代わって、自らの親族を諸行王に付けることで、粒子にあらざる者は王たるべからずという体制を、 構築した。真の軍権制に対して、軍権と諸公国が並立する官の体制を、軍国制と呼ぶ。紀元前195年、皇祖は崩御。その後、お流英が継ぐ。経帝自身は、性格が脆弱であったと伝わり、政治の実権を握ったのは、聖母で皇祖の皇后であった、旅合であった。旅合は、皇祖が生前に経帝に代わって大使に立てようとしていた。 流尿意を毒殺、さらにその母の赤婦人を残忍な方法で殺した。慶帝は母の残忍さに衝撃を受け、失望のあまり主食に溺れ、若くして放御してしまう。旅行は、全商帝、後商帝を相次いで定位につけるが、流広氏は、実際には、流氏ではなかったとされる。旅行は、諸行炉となっていた皇層の子たちを粛清、そして自らの親族であるさん、 両緑らを養殖につけ、さらにこれらを大いに登らせ、外籍政治を行う。粒子にあらざる者は、という皇族重視の国家体制の変質である。旅行は、旅氏体制を確立するために奔走したが、紀元前180年に死去した。旅行の死去に伴い反旅氏勢力が有力となり、死去後の粒明ら、上昇の陳平、大尉の周没らが中心となり、 旅産をはじめ旅史一族は粛清され、旅史の影響力は宮中から一掃された。旅史の粛清後に皇帝として即位したのが大王であった流行である。は滅亡から漢建国までの8年に及ぶ長い内戦状態は国力を激しく疲弊させ、一般民の多くが制御を失った。これに対して文帝は民力の回復に努め、農業を奨励し、伝送、 それまでの半分の三十分の一税に改め、貧窮した者には国庫を開いて援助し、日経を禁じ、その代わりに労働刑を課した。また自ら倹約に取り組み、自らの身の回りを失踪にし、官員の数を減らした。紀元前百五十七年に文帝は放御。この時に文帝は新しく、三朝を気づかず、金銀を倍増せず、そのまも三日で開けるように遺言した。その後を、 劉慶が継ぐ。慶帝も、また基本的に、文帝と同じ政治姿勢で臨み、民力の回復に努めた。その結果、倉庫は食べきれない食料が溢れ、銅線に通した紐が腐ってしまうほどに国庫に積み上げられたという、1。実際の数字からも、国力の回復は明らかで、例えば総庫が、 領地として与えられた平洋は当初は1万6千個であったのがこの時代には4万個に達していた。2、この二人の知性を称えて文系の地と呼ぶ。国力の回復とともに諸公王の勢力の増大が新たな問題として浮上した。また、塩や鉄製品を売りさばく商人や国家の物資輸送に携わる商業活動も活発化し商人の経済力が増大した。 物を生産せず、距離を得る商人に対して、商業を抑え込んで農業を寛容することを提言したのが、文帝期のかよしみであり、経帝期の策であった。文帝の官能政策はかよしみの提言に従った、ものである。生産の回復は、中央の勢力を増大させたが、同時に、諸公王の勢力も増大させた。諸公国は、中央朝廷と同じように管理を置き、 政治も財政も軍事もある程度の自治権が認められていた。これを抑圧することを提言したのが策である。策は諸国王の家具を見つけてはこれを口実に領地を没収していき、諸国王の勢力を削りにかかった。これに対して諸国王側も反発し、五道竜が中心となって紀元前154年にクレスワイ七国の乱を起こす。この乱は漢を東西に分ける。 大規模な反乱だったが、シューツグオーラの活躍により、半年で鎮圧される。これ以後、諸公王は、財政権、管理任命権などを取り上げられ、諸公王は領地に応じた収入を受け取るだけの存在になり、風国を支配する存在ではなくなった。これにより、軍国制はほぼ軍権制と変わりなくなり、韓の中央集権体制が確立された。経定は、 紀元前141年に崩御し、16歳の竜、トールが即位した。この時、史上初めて、剣元という元号が立てられ、祖母東大号のもと、知性が始まった。武帝は、文系の地で、国家財政、経済が充実、政治も安定したことから積極的な活動を行おうと考え、まず儒者を取り立てて、政治の刷新を図ろうとした。しかし、これは、 東大号の反対にあって推進できなかったが、県元六年東大号が死去すると状況が変わる。東大号という束縛のなくなった武帝はこれより、有才大略ぶりを発揮する。内政面においては、儒社高村広氏、当中女らを登用、京距離線の方を定め儒社の官僚登用を開始した。また、諸皇王の権力をさらに弱めるために、諸皇王が領地を指定に分け与えて劣行に、 貢献するのを許す水温の例を出した。これにより、風国は細分化され、諸行王勢力の弱体化が一層顕著なものとなった。外交面では、北方の強度とは、前200年に高祖が大敗を喫して、以来、敵対と和平政策が繰り返されていたが、概ね強度が優勢である状況が続いていた。これに対して武帝は、全134年に、馬湯。 三の土豪であった上一の検索を採用、対強度戦に着手した。前129年に実施された第一回目の遠征では4人の将軍が派遣され、他の将軍が敗北を喫する中で、借機将軍、衛星は強度数百の首を獲得する戦果を上げている。以後衛星は7度にわたり、強度へ遠征しその都度大きな戦果を上げ、強度は想定数万。 家畜数十万頭と記録される被害を受けた。また、衛星の意である各挙兵の活躍により、今夜王が数万の州と共に投降するという戦果も挙げた。官軍の攻勢を避けるため、強度は幕北への移住を余儀なくされ、官は新たに獲得した西域に着いた地方、敦港などの軍を設け直接統治を開始した。朝鮮の英子朝鮮。 ベトナムの南越国への征服も実施し、朝鮮には、ラクロ浪軍などの四軍をベトナムには、日南軍を設け新たな直轄領とした。また、郷土対策の一環として、朝鮮を西方に派遣し、ウソン、大ン、その他の西域諸国と関係を結び、西域との間に、いわゆるシルクロードの交易路が開けた。そして、中国と呼ばれる領域の大枠がこの時代に始まった。 さらに武帝は始皇帝の礼に倣い各地を巡行。元宝元年には大山で法然を行った。これは聖天使にのみ許される意識であり、それ以前に行ったのは始皇帝のみであった。この頃が武帝の絶頂期であったとされる。しかし相次ぐ軍事行動は財政の悪化を招き、農民の自作放棄に伴う大地主による土地の平丼が深刻な問題となった。武帝は 経済官僚である、総広し羊を投与して使用鉄千倍税を開始、また商人に対しては、金融、平準を行い、商工業者に対して、新税を設置、国家収入の増大を図り財政収入は増大したが、千倍と新税により商人は商業活動に打撃を被った。知性の後半は、没落した多数の農民や商人による盗賊の横行に悩まされる。 社会不安に対して武帝は国理を投与、厳格な法治主義で対応した。盗賊を摘発できない、または摘発件数が少ない地方官僚は死刑とする陳明法を出している。また、前106年には、軍隊主が盗賊や豪族と結託している現状を打破すべく、全国を13州に分割し、州内の軍権の観察官として、州市職を新設した。 晩年の武帝は、不老不死を願い、神秘思想に傾倒。それに伴い宮中では、不幸が流行するようになる。不幸とは憎い相手の木の人形を作り、これを土に埋めることで相手を主殺するものであり、これを行うことは厳禁されていた。それを逆用し、人形を鉄造することで対立相手を暴殺することが頻繁に行われた。そして、紀元前91年、皇太子であった、 霊大使が常より対立していた、国理、光蜜による作望により、無本の汚名を着せられ、追い詰められた、霊大使は、長安で拒兵し、廃死した。後に、霊大使の不幸の権威が無実であったことを知った武帝は、深く悲しみ、光蜜一族を中殺した。孔大使を失った武帝は、老齢も重なって、気力を減退させ、周辺部への進出はこれ以降は止められた。 武帝時代は、漢の絶頂期であったが、同時に様々な問題を放がする時代でもあった。不幸の乱の後の皇帝の後継者は長期間空白が続いていたが、武帝は崩御の直前にわずか8歳の幼霊である、竜泥領を立退視し、妖帝の補佐として、自らの側近であった、角光、総広羊、上官、哲、金比に、貢献役を命じた。 全87年に、武帝が崩御すると正帝が即位したが、翌年に後見人の一人である、金妃が死去すると、各光、上官傑と、総広志羊との主導権争いが発生した。内朝を代表する、各光、上官傑と、外朝を代表する、総広志羊との対立は深刻なものとなり、各光は、総広志羊を排除すべく、全国から集めた権、権量、 文学と自称する儒学の東屋市内、総広市羊主導で行われた、千倍制、金融、平準を廃止する権威を出した。これが、塩鉄論である。しかし、優秀な経済官僚であった総広市羊は、儒教徒の権威を論破、各光の計画は頓挫した。その後、総広市羊も、各光に対抗するために、上官決と接近した。そして、 朝廷の兄である円王、竜明と共謀し、各光を暴殺し、正体を敗するクーデターを格索したが失敗。上官決と、総広し羊の一族は中殺された。4。これにより、各光が政権を掌握。一族を次々と養殖につけ、各氏を中心とした政権運営が行われた。各光は、武帝時代の積極政策を転換し、 儒教的な術民政策に立脚した施策を打ち出した。具体的には、租税の減免、強度に対する和平策などである。前74年、商帝が21歳で創生すると、各光は龍河を皇帝に擁立。しかし、素行不良を理由に即位後間もなく、廃位させ、新たに霊太子の孫で、霊太子の死後姿勢で暮らしていた龍病医を擁立した。先帝は、 自らの立場を理解し、各光による戦争が引き続き行われた。しかし、全68年に各光が病死すると選定は、各一族の権力縮小を図り、全66年に各一族を矢から滅ぼさせ、申請を始めた。選定の政治は、基本的に各光時代の政策を継承した恵み民、政策であった。全国の地方官に対して、 これまでの国理のように締め付けるのではなく、教えさとし生活を改善するように指導させる、準備を多く投与している。その一方、皇族に対しては国理を用いて厳しい姿勢で臨んだ。対外面では、郷土国において、短命な前武が相次いだことによる内紛や天候不順による状況の悪化に乗じて、全71年、皇位の上へと嘘の連合軍による攻撃で、 3万9千4人の捕虜と70万用の家畜を得て強度に壊滅的な打撃を与えた。さらに西域に進出し、全60年には強度国家が西域をアシス諸国家の支配、徴税のために派遣していた実地区王宣言を投稿させることに成功している。これを機に西域都合を設置し、起伏した実地区王を既得公に封じた。強度国は、 再域の出管と年付金の途絶により、衰退と内紛を激化させ後全部並立の構想に至った。古カやア全は、郷土国家の再統一を進めたが、兄の左権王ことアここが、新たに即位して、自然を名乗ると、これに敗れた。古カやア全は南下して、勘に援助を求め、五十一年、自ら入庁して、先帝に敗越し客心の待遇を得た。これを機に、 郷土国は漢に侵入する東郷土と漢と対等な関係を施行しつつ対立する西郷土に分裂した。これらの功績により先帝は漢の中高の祖と称えられる。全49年に先帝が崩御し龍が即位した。儒教に傾倒していた元帝は受け入れられなかったものの大使時代に先帝に対し儒教重視の政策を提言した経験を有す人物である。 即位後は、三牛などの儒家官僚を登用し、儒教的政策を推進していくこととなる。蜜牛の権利により、宮定費用の削減、民間への減税、潜培制の廃止などの政策が実施された。また、貨幣の廃止による、現物経済への回帰という極端な政策も立案されたが、これは実現しなかった。蜜牛の後を受けた異言性らにより、公私制の改革、 文国病の廃止が決定され、七病の性が話し合われることになった。元御門の時代は、従者が政策の主導権を握り、受教的協議が政治を決定を左右する、等、政治が混乱した。また、宦官および、外籍の対等が進んだ。選定の侵入を受けた宦官,官の広行、石師は、病弱な元御門に代わって、調整を取り仕切り権力を拡大。 ついには、中書令に月政権を掌握した。前将軍の将を望むこれらは、官岸の老団を弾劾する文章を創上するが、逆に罪に落とされ自殺へ追い込まれた。ただ戦後を振るった石剣も、政帝の即位と共に失脚している。男への侵入を拒む西、郷土の自然羽に対しては、侵入した東郷土や西方で、西郷土に対立するソンと、 公主同盟を結び次第に追い詰めていった。自然羽は、武尊と対立する皇居と同盟して、武州を率いて、北に移動したが、檻からの寒気により多くの家畜が投資した。前36年、西域都歩の勘炎樹と、西域副行為の陳油が独断で、自然羽を攻め、自然羽を打ち取りに郷土を滅ぼした。前33年、元御門の宝魚により、龍が即位する。 政治の実権は外籍の王氏に握られており、政帝は側近を伴い姿勢で法当に吹けるなど政治に関わらなかった。実際の政治を行ったのは皇太后である、王政君の兄弟の王大鳥らである。王太后は謹慎を次々と劣行に封じた。その中には王毛も含まれる。王大鳥氏後も王太后の一族がタスク聖者となったが、その戦王と生活態度は 適方針な受教官僚の反発を招いた。その中、王網は王子の中で一人謙虚な態度を装い、名声を高めた。前7年、聖帝の放御により、皇太子であるおいの流金が即位。相手の外籍が台頭したことで王子は排斥され、王網も失勢者の地位から退けられるが、王網は朝廷内に因然たる影響力を保持していた。相手は、 大氏派の大臣を初段、当権を大芝派に昇進させるなど申請への意欲を、見せ、利民の私有できる電磁や土肥の制限を課し、完制改革に着手するなど、積極的な政策を推進したが、全1年に相手は、後継者を残さないまま突然崩御した。大大号と大網は、皇帝の印字を管理していた、当権から印字を強奪、元御門の抜子の子である竜を擁立した。 政権を掌握した王網は、王子の実力を背景に、三脱の準備に着手する。主来にのっとり、聖人が失勢する場所とされる明堂を建築、遠国からの信仰や竜が出たやら法王が、飛んできたやら随称とされる事柄を演出した。また自らの娘を平見角に、主世公衆ととなり、安観光に封ずるとともに、最高という称号を名乗り、旧鈴を授け、 進化として最高の地位に上った。紀元後5年、平見角が崩御すると、王網はわずか2歳の竜英を後継者に選ぶ。竜英はまだ幼年であることから正式には定位につけず、自ら翌年6年に王網は仮皇帝、節皇帝として竜英の貢献となり、さらに8年王網は皇帝に即位、新朝を建国士官は滅亡した。王網は、 呪協色の極めて強い政治を行い、土地、土肥の売買禁止、貨幣の盛んな改中などを行ったが、あまりに現実離れした様々な政策はことごとく失敗に終わり、両母の乱をきっかけに全国で農民の放棄が発生した。戦乱の中から劉州が登場し再び中国を統一、官が復興された。劉邦が官用入りした際に、昇華は、 旗の法律文書の倉を押さえて、多くは保護、それを参考として、管律を作った。そのため、信と漢の連続性を強調する、新漢、新漢帝国の熟語がよく使われる。五、皇帝の号は、旗の始皇帝に始まり、真の戦闘帝まで続く。その間、中国において皇帝が存在しなかった時代はなく、全ての権威と名目上の権力は皇帝に、 帰属するものと考えられていた。式、旗始め公本義は、皇帝とは始皇帝が自らを参考後帝に並ぶほど尊い存在になぞらえて造語したものとあり、それまでの最高位であった王の上に立つ地位である。一方で、元代には天使の称号も使われている。天使はそのまま天帝の子を示す言葉であり、王の上である皇帝からすれば一段下がる言葉のはずである。 王の称号を使っていた集大においても、天使の語は使われている。その間の差を説明する、後継位、六には、上に接しては、天使と称して、尺を持って天に使え、下に接しては、帝王と称して、持って進化に合礼すとある。つまり、天に対しては天使であり、民衆、進化に対しては皇帝なのである。この使い分けは、現実の場面において、 国内の進化に対してと国外の外反に対しての称号として現れる。国内の進化に対しての文書には皇帝の玉璽が押され、国外の外反に対する文書には天使の玉璽を押している。なお、全冠、五冠を通じて、後を四号につけて、後皇帝という四号の皇帝が多いが、これは、遅刻率化のために、移行違本を唱えたためである。漢の完成において、 共通する文字は同じ意味を表す。例は長官を表す。老中例あるいは県例など。進むは補佐、時間を表す。例えば上昇は皇帝を補佐し、県進むは県の副長官である。文は文書業務を担当する官のこと。上は軍事関連の官。大尉、中尉など。官制においては官僚の等級は2000国、600国などと表される。 この数字は以前は、法録の数字であったが、関西では等級を表すものに過ぎない。等級に含まれる、主な勘は、以下の表の通り、このうち、800国と500国は、全勘末期に廃止。中央、編集官の中央管制は参考のもとに、旧卿、八と呼ばれる、諸部書が配置されている。この三つ広旧は、その役割において、大きく二つに分類される。 一つは政府の中枢にあって地方を統治する機関であり、一つは国家の火星機関としての役割を持つものである。前者に分類されるのは以下のようなものである。前官上昇、小国、広塚里列表も参照校舎に分類されるものは以下のようなものである。国家の統治機関と皇帝の火星機関とが並立しているのが完成の大きな特徴であり。 限定時代に、広塚佐野の扱う金額が年間70億銭、商府と分離した水高取の扱う金額が33億銭、地方の軍権で扱う金額が92億銭と、地方財政が大きいのも特徴である。地方、編集詳細は、関内の地方制度を参照地方制度は、基本的には、旗の軍権制を受け継ぎ、同時に皇族を風刻して、 諸公王とする平立性を敷いた。これを軍国制と呼ぶ。諸公王については口実。行政の最大単位は軍であり、その長は神である。その俗官には時間たる、進む、軍事担当の長がある。軍の下の単位が県であり、その長は1万個以上の場合は、例、万個以下は、長と呼ばれる。その俗官は、軍と同じく、進むと蝶である。 慶帝の紀元前148年に守るは、大衆、軍城はといえそれぞれ解消される。なお辺境においては、若干異なるが、それは平成の頃で記述する。武帝時代末期の紀元前106年に全国を13の州に分けて、その中の監視を行う武士士が創設された。首都周辺は、皇帝直属の観察官である、司令行為が同じ役割を果たした。 当時、大衆が豪族たちと結託して、悪事を働くことが多かったので、その観察を任務として死子が創設された。当初は、大衆の秩図2000国に対して、いつ600国と核の上でも、はるかに低く、また一定の地所を持たず、州内を転々としていた。紀元前8年には、牧と解消され、名称は、牧と死子の間で何度か変わり、時期は明確には特定できないが、 市は観察官から州内の行政官としての権力を持つようになった。ここまでが政府より定められた行政単位であり、その下の単位として、ゴー、ティン、里と呼ばれる組織がある。これについては、農村、都市を参照。軍国政、編集クレスワエ7国の乱の際の諸行王勢力図。黄色が直轄領、赤が諸公国諸公国に関して、 高祖時代には関心をはじめとする武功を挙げた、後心を諸皇王とした。しかし、高祖は異性の諸皇王を粛清して、親族を諸皇王につけ、粒子政権の安定を図った。文帝の時代には、藩平として期待された諸皇王に、粒子の本流たる中央の朝廷に対する反抗的姿勢が目立ち、また、諸皇王の領土と実力が大きく、脅威となっていた。諸行国は、 自らの朝廷を持ち、上昇、子大部などの中央朝廷と同じ名前の官を置いた。この中、上昇は、基本的には、中央から派遣され、その他の官はすべて諸行王の名のもとに任命した。基本的に諸行国の政治に対して中央が介入することはできなかった。諸行国中最大のクレ国は領内に鉄と塩の産地を抱え、 民衆に税をかける必要がないほどに飛んでいたという、中央朝廷からすれば、目の上の炭鉱部であった。そこで、諸公王の権力を削ることを進言したのが、文定期の下吉美と慶定期の策であり、これに対する反発から、クレスワイ七国の乱が起こった。乱の終結後、諸公王の領地における行政権を取り上げて、中央が派遣する官僚に任せ、 諸国王は単に領地から上がる税を受け取るだけの存在へと変わり、諸国王の力は大幅に削られた。また、紀元前127年に諸国王が自分の領地を指定に分け与えて劣行に封建するのを許す水温の例を出した。敷地園の検索による。この例により諸国王の放置は代を重ねるごとに細分化され弱体化した。 一連の政策によりほぼ軍権制と大きな差はなくなった。採用制度、編集一定以上の資産を持つ家のものを採用する制度である。また、秀子制と呼ばれる一定以上の役職にある管理の行を採用する制度も存在した。一方、諸公王、軍主などが地方の才能、人格に優れた人材を中央に推薦する制度も合わせて行われた。これは、 不定期には、軍主の義務とされ、強距離先生となる。推薦する基準は、権量、法制、還元、文学、高齢などがあり、採用された人材を、権量法制と呼ぶ。これら権量法制は、首都長安にある不都市学と呼ばれる、学問所に集められて、五教博士による教育を受け、官僚となった。この制度と合わせ資産制限が緩和されたため、 管理の供給源は次第に豪族の指定から知識人へ移った。戸籍に登録された男子は23歳から56歳の間の1年間は自分の属する軍の軍の兵士に、もう1年間は中央の英士とならねばならない。ただし、病人、不具、身長6尺2寸以下の者のは除く。軍事の最高職は大尉である。しかし、 全軍事件は皇帝に属するものであり、当初の大意は必要に応じて、開廃を繰り返す、非常地の職であった。武帝の元首4年に将軍号に関する一種の、将号として、大芝馬が設置される。大芝になった者としては、衛星各挙兵の両者があり、その親族の各光も、また大芝大将軍として、政権を取った。その後、先帝の地設3年に、将号から、 実際の役職となるが、この頃になると、外籍の長が大芝について、政権を取ることが多くなり、大芝は、軍事よりも、政治職となった。首都長安に置かれる、中央軍は、中尉が指揮する北軍と栄意が指揮する南軍とがあった。北軍は、長安の北部にその屯所があり、長安周辺の人々が、構成員となって、長安の防衛、警察に当たった。 南軍は地方から英首としてやってくる人々が構成員となって宮殿の警備に当たった。またこれに加えて皇帝の身辺警護に当たるのが老中令によって統括される老官たちである。長安の十二の門には縄文校が置かれて警備に当たり縄文校を統括する存在として縄文といがあった。またこれらとは別に頓器、不評、閲器、 超水、古希、車庫へ、古本の七行為が統括する部隊がある。地方軍の単位は軍単位であり、統括者は大使である。大使の下で実際に軍事に携わるのが問いである。通常問いは軍に一人だけであるが、軍事的に重要な辺境の軍などでは、複数置かれる場合があり、これを部隊と呼ぶ。また、大使の軍事面での副官として、軍調子がつく。これらが、 平時体制である。遠征の際にはこれら軍病をまとめるための将軍が置かれる。将、軍にありては、訓命も受けざるところありと言われるように将軍は、人事権や懲罰権などその軍についてはほぼ全権を持っていた。将軍の最高が大将軍である。大将軍は、その他の将軍に対する命令権を持つ特別の将軍である。 大将軍の次に位するのが、記将軍、守る将軍であり、それに加えて、表記将軍が、各挙兵の活躍により前期の三将軍と、同格とされ、この四将軍の位は参考に匹敵した。この次に来るのが左右前後の四将軍である。これに加えて任命される時に名前も同じく付けられる、雑号将軍がある。また、編将軍及び秘将軍があり、 これは独自の軍は引きず、他の将軍の元に入って指揮するものである。将軍は、司令部として、幕府を開く。最高の四将軍の幕府には、将軍の副官として、長子と柴がつき、それぞれ事務と兵を司る。参謀として、十字中郎が二人つき、他に、初期官として、上、族、霊士、五族がつく。実戦の部隊の最小単位は、 トンでありその長はトン長、タムロがいくつか集まって曲になりその長は軍、軍公、曲が集まって、部になりその長は、公位、部が集まって、全体の軍となる。皇帝の不死で説明したように、皇帝は天使でもあり、天帝によって選ばれた存在である。ゆえに、皇帝は天帝を祀らねばならない。全館において、それまで漠然としていた皇帝祭祀が固まり、 公然と孔子という形になった。また祖先崇拝を重視する儒教の勢力が強くなったことで皇帝の祖病の祭り方もまた定式化された。孔子編集、孔子とは首都長安の高外で行う祭り、地の意味である。祭られる対象は天と地で、長安の南,の南の南高で天を祭り、北の北高で地を祭る。それぞれ南高は当時、 国交は下詞に行われる。前漢初期、酵素によって行われていた、天帝祭祀は御天祭祀である。ここでいう御天とは参考御天の御邸ではなく、もともと、神において、旗の旧首都であるよう、旧において四、御門を祀っていたが、酵素はそれに黒御門を足して御天の祭りをすることに、決めた。この御天を祭る場所のことをお辞という、武帝期、天の象徴である天帝を祭りながら、 それに対応する地の象徴である、コードを祀らないのは、おかしいということになり、紀元前113年に川陰、川影、銃の沢中にて、コードを祀ることを決めた。さらにそれまで最高神とされていた古帝は、本当の最高神である大地の補佐に過ぎないということになり、新たに、官長安城の離宮である、艦船宮にて大地を祀ることに決めた。この時、以降、 川陰、五字の三つを一年ごとに順番に回って祭ることにされた。しかし、儒教の勢力が拡大するとともに、このような祭り方はこれに合わないとして、制定期の紀元前32年に、上昇の正平らにより、観戦と川陰で行うのを止めて、新たに、長安の南、北にて祭祀を行うことに決めた。さらにも廃され、南と北のみが、 皇帝の祀るところとなった。その後、天才が相次いだことに対して流教は、祭祀制度を改悪したせいだと言い,い、一旦すべてが、旧に服された。その後、再度南港と北港に戻され、さらに戻されるなど動揺が続いたが、最終的に、平定期の5年に、大門により、南港と北港を祀ることが決定された。当然、編集関戦宮にて大地を祀ることを決めた。 直後の紀元前110年、武帝は東方に巡行に出て、大山にて、法然の儀を取り行った。法然は、聖天使以外を行うことができないと言われている儀式であり、武帝の祖父の文帝はこの儀式を行うことを、進化から進められたがこれを退けている。武帝は、国初以来の念願であった、大郷土戦に勝利を収め、自らこそ法然を行うにふさわしいと考え、 この儀式を取り行った。この時に呪者に儀式のやり方を尋ねたが、始皇帝の時と同じように、呪者はこれに応えることができず、結局、武帝の友をしたのは、各挙兵の息子の各司皇だけだった。そのためこれも、また始皇帝の時と同じくその儀式の内容は、半然としない。このような状態であるため孔子が、毎年の恒例と化していったのに比べ、 法禅はその後公武帝が行ったものの特別に行われる秘密の儀式に泊まり、中国歴代でもこれを行ったものは数えるほどである。行政、編集構想は自らの父である龍太公を祀る病を作るにあたり、同族である全国の諸公王にも龍太公の病を作ることを命じた。これが以後の定式となり、各軍国にそれぞれ竜氏の病が作られることになった。 これを軍国病と呼ぶ。本来、親の祭祀を行うことが許されるのは、体操だけ、漢の場合は、皇帝の刑父であり小胸はこれを祀れないことになっていた。ましてや神化が皇帝の祖先を祀るなどという軍国病は、本来の冷静からは大きく外れたものであった。皇祖が、なぜこのようなことを行ったかといえば、諸皇及び天下万民の間に、 我らは一つの家族であるとの意識を持たせようとしたと考えられる。その後、儒教の勢力が増すと冷静から外れた、軍国病はやはり問題となり、元御門の紀元前40年に異元性らの権威によって軍国病は廃止された。また同じく儒教の勢力拡大とともに問題とされたのが7病の性である。本来の冷静においては、 天使の祖先を祀る病は7までに決まっていた。しかし元帝の時点で9、11になっており、このうちのどれを廃止するかで議論が起こった。この議論は、紛糾を続け、最終的に平定期に、大物によって、皇祖文帝、武帝の三者は、功績が大きなので不変それに加えて、元皇帝の四代前までとすることに決められた。史上初の言語は、 武帝期の紀元前113年に同奏が発見されたことからこの年を元奏4年としたのが始まりとされる。武帝は遡って自らの知性の最初から言語をつけている。この制度は中華人民共和国により廃止されるまで続き中華民国、北朝鮮、日本など周辺各国でも採用された。またそれまでの10月を正月としていた戦力歴に代わって 立春を正月とする対象歴を採用した。菅の古主戦当時の貨幣単位は、銭と金である。銭はそのまま、銭一枚のことで、金は、金一金のことであり、大体一万戦に相当する。頓光官官、虚縁官官の中の文書から、ある程度当時の物価が推測できる。それによれば、とある。しかし時期がずれた文書では、あわ一国が三千戦になっているものもあり。 当時の相場の変動がかなり激しかったことがわかる。また、地域差も激しかったと思われる。戦国時代においては、各国がバラバラに貨幣を発行していたが、始皇帝はこれを同線の半量線に統一し、国家だけがこれを駐造できるとした。官でもこれを受け継いだが、皇素は民間での貨幣の駐造を認めたため、実際には、 半量の銅を使わずに半量銭として流通する悪銭が増えた。その後、貨幣鋳造の禁止と許可が繰り返され、政府は貨幣の私への防止を試みて三種、八種などの銭を発行するが私はやまなかった。そして、武帝の紀元前113年に、神林三官という部署に新たな五種銭を独占的に鋳造させることにした。この五種銭は、 偽造が難しく、これ以後私は大幅に減り、五種船以外の銭は全て回収され、五種船に鋳造された。五種船はその後も流通を続け、五漢、疑心南北朝時代においても引き継がれ、等で、海原通報が作られる621年まで続いた。五漢から三国期、さらには、五個十六国時代に入ると、五種船は、蘇生乱造が進み、 政権によって製造されるサイズはまちまちで、統一規格は崩れ始め、貨幣経済は衰退に向かうが、それはまた後の話であろう。税の徴収は人頭税、土地税、財産税、省税、畜税、労働税、兵役、公輪漁業に対する税などがある。人頭税には、数え15歳から60歳までの男女につき年間120銭イコール。 一産を納める産婦と数え三歳から十四歳までの男女につき二十銭を納める公選があり、武帝時代に三銭が上乗せされ、小帝時代にそれぞれ数え五十六歳までと数え七歳からに変更された。また、妊婦の産婦は免除され、数え十五歳から三十歳の未婚女は五産を、土肥には二産が課された。財産税は三差しと呼ばれ、 初期は、史跡に登録された、専業商家のみに課せれ、武帝以降は、商業、主工業、工業を営む者に課された。商いを行うとは、あらゆる財産2000選につき年間一、三を納め、主工業と工業を営むとは、財産4000選につき年間一、三を納めた。また、武帝時代に三社、三戦と呼ばれる車と船に対する課税が行われ、 管理でないものは一社一千につき一三、商いに携わるものは二三を課された。これらの増税は一定以上の資産を保有する、専業兼業に関わらないすべての商いに関わる、民が対象であり、豪族で述べるそもそも小政策の一環でもある。三差指令には、罰則があり、課長が報告しなかった場合は、売上利益を没収の上労働一年、 財産を偽って報告した者は財産を没収の上に国境警備5年という厳しいものである。他に対する税は伝ただしに規定され、官所は収穫校の15分の一を収めるとされていたが、官は実態の把握を放棄して次第に高打面積あたりの定額税となり、穀類、稲やマグサ用の干し草、藁など品目ごとに納税量が設定された。 文帝の時代には廃止され、京帝の時代に一、三十の税率で復活した。労働税は、府と呼ばれ、数え十五歳から六十歳までの男女が、官所は六ヶ月に一月の文帝以降は十二ヶ月に一月の割合で在地軍権での就労を義務付けられた。月三百0銭の納付により免除され、サラフと呼んだ。兵役は、 数え十七歳から六十歳の男性に年間一月の兵役が課され生涯通算で一年分の兵役が存在した。一年間の訓練の後に在官となり、年間一月の英子や検卒や犬兵を務め、代行の相場は月二千0で1000皿と呼ばれた。また、数え十五歳から六十歳の男女には、年間三日の犬兵もしくは三日につき三百0が課され、 返京防備の従事者には給与が支給された。商税は占い素率に規定があり、商品の売り上げ、工考業品の販売、氷菓子などの利益に課税され、登録業者は毎月ごとに未登録のものはその場で徴収された。詳しい税率はわかっていないが、最小パーセント最大10%の間にあるとされる。穀物やマグサ以外の果物、野菜、染料や、 繊維業、林業、牧畜業、養殖、漁業、鉄を除く、工業や金、牧畜業などの、大概からの生産物に対してはおそらく1、10の税が課されていたとされる。制定期に書かれた農書、繁活雪書きには当時生産されていた農産物として、キビ麦、イネヒエ、大豆、カラムシ、アサウリヒサゴ、イモクワなどを、挙げている。戦国時代の鉄製農具と牛耕の普及やに、 猛作により、生産力は向上したと思われる。前寛大は開発の進んだ北部のひいなさく地域に人口が集中していたため、ワイガインに多い稲作地域では、中期頃まで技術が発展途上で、苗床が作られずに猛作も行われていない。寛助は、武帝末期の超過公安の大多宝という猛た環球伝を全面後期する農法を記している。 二頭の牛と三人の人間により行われるものとされる。民間で牛二頭を持たない者も,もいたため、牛を使わない方法も考案されたという。また、ハンカツ雪垣には、九伝法という農法が記されている。牧畜は、農民の間でも豚や鶏犬などの飼育が一般的に行われており、家畜小屋が併設されていた遺跡も多数、発掘されている。 馬や牛の生産は、これとは別に勧誘の大規模な牧場や、建成家の牧場で行われ、特に遠征が相次いだ、武定期には馬の生産は奨励されたため、馬産で財産を築く者も,も多かった。戦国時代から新館にかけては、夜勤業や洋業、手工業の発展時期でもある。手工業でまかなわれたのは、日用品や服飾品、装飾品、種類などのほか。 一般民では作り得ない特別な道具や写真品などである。王公の使用する高度な技術品は主に官営の工場である商法、高校室、東園匠、色室などが作り、商府や広塚佐野が管轄した。商法では、官が使用するための武器、装飾品、銅器などが作られ、高校室ではより実用的な武器、漆器、鉄器などが作られた。東園匠では、 貴人の埋葬に使うための棺や、名惑などが作られ、色室では、儀礼用の織物が作られた。また、広塚佐農では農民に支給する、鉄製農具が作られた。民営の工業として大きなものは、製塩所や大規模な航路、鉄器や銅線に用いる、大規模な鉱山などが存在した。それ以外にも、酒や木の織物などが主工業として成立していた。 武帝駅の紀元前119年に始まった塩鉄専売制は国家財政の重要な位置を占め、武帝末期にはすでに不可欠となっていた。塩も鉄も製造された産物はすべて国家が買い取り、特に大規模な製鉄所は国家により運営され、密造は厳罰に処せられた。塩製造を管理する管理を塩管と呼び、鉄の方は鉄管と呼ぶ。 しかし密造を行う者も,も多く、それらは完成のものに比べ安価であった。武定死後に民衆取引を争うのは呪の倫理に反するとして、先売制の廃止が話し合われ、後に塩鉄論という書物にまとめられた。その後の十一代元定期になると、呪教の信奉者である元三角の意向により、一時期廃止された。しかし財政が逼迫し、すぐに戻された。 当時の農民の一個の家族の平均的な人数は5人。一家が所有する他は、大体100世、工作地は50から70世で、年間125から5、古内の者は古史を筆頭として戸籍に登録され、これをもとに、課税や徴兵が行われた。次男、三男がいた場合には分家した。分家の場合は私有田ではなく、環球田を支給されて工作するか、関電や、 建成化の下で小作となり、所有伝は一人が受け継ぐのが基本であった。おおむね百戸がまとまって、里となり、その里がいくつか集まった集落は、大きさや重要度によって、上から剣、県、郷、ティンと呼ばれるようになる。十二。漢以前の戦国時代においては、集落は、基本的に、新石器時代から、春秋時代までの都市国家の流れを組む、城西都市であり、 これをユウと呼ぶ。ユウは、もともとは姓を同じくする氏族が一まとまりになって、生活する共同体で異性のものは排除されていたが、元代にはすでに戦国時代の人口の流動化を経ることで、そのような区別は失われていた。集落の周辺は、反築で築かれた城壁が囲い、さらに内部も里ごとに土塀で区切られていた。漁には一つ門が設けられており、夜間に、 呂門を抜けることは禁じられていた。農民は朝になると城門を抜けて、集落の外に出て、工作に従事し、日が暮れると、また門を抜けて、集落の中に戻ってくるというサイクルを繰り返す。貧しい者は城壁の外に家を構え、より遠くにある玉で行く生活をしていた。集落の中心には、社があり、祭礼が行われた。有力者は、不老と呼ばれ、まとめ役となる。 不老の中から県三郎、郷三郎が選ばれ、それぞれ県、里のまとめ役となった。また大きな集落の中心には、市があり、交易が行われ、集落の者が集まる場となった。市は、自然発生的なものだったが、信頼以降は管理により管理された。そのため罪人の処刑も、市で行われる。首都長安、編集官の長安城は、 現在の西安市から北西に5キロメートルほど離れた伊水の南岸にあり、伊水の対岸には旗の観葉城があった。構想ははじめは、州の都であった洛陽にとを構えるつもりであったが、老高市と長領の震源により、長安をととし、その後昇華によって高層な宮殿が作られた。1956年より遺跡の発掘が進められている。菅の長安は、 当の長安とは違い、方形ではなく歪な形をしていた。それぞれ城壁は、東は5940メートル、西は4550メートル、南は6250メートル、北は5950メートルある。東西南北に3つずつの、計12の門があり、これも夜間には閉じられる。主な建築物として、長楽宮宮,宮北宮京急また、上昇府。 吉父などの参考級恐怖があったが、具体的な位置は不明。北西部には、東市と西市があった。長安城内の人口は戸籍によれば24万6200人で、ある。菅の20頭尺制は、旗のものを受け継いでおり、最低の1位、孔子から最高の20位、列行、13までの全部で20段階あり、列行の上に、諸公王があり、 さらにその上に皇帝がある。爵位を持っている者は、それと引き換えに原型特権があり、これを求めて金銭による売買が行われた。講師を作り、菅座し、不さら大部官大部講大部講、上官が行った爵位の授与は当時崩壊しつつあった、白来の秩序、年長の者が偉いという秩序を、位の秩序によって再構成する目的があったとされる。七位の講大部までは、 民衆でも得ることができ、9位から上は管理でなければ得ることはできない。一般農民の住む家は5人程度であったが、豪族は2階建て3階建ての皇帝に数世代の家族が同居した。また、所有する土地に小作人や土偽を刺役して工作させた。小作人は収穫の1、2程度を地主に収めた。豪族は里の不老となる場合も多かった。 協利選挙で一族の者が管理になればさらに影響力を持った。戦国時代から商業が発達したことによる貨幣経済の進展が元になった。商いに従事するとの勢力を抑えるため全館ではたびたびそもそも小政策をとっており、税制で述べた税制上での差別や身分制における差別政策を行ったがあまり効果はなかった。 策はそもそも小政策の一環として、穀物で税を納めた者に借与を与えるという政策を提案した。農民たちの収入は穀物であり、徴税期に一斉に農民が穀物を売ることで商人に買い叩かれていたのである。この策により商人が積極的に穀物を買い求めて農民に金銭が多く入り、窮迫をくことを意図した。 最高で18位の行為まで得ることができ、この政策は効果を上げた。そもそも小政策で特筆すべきは、武帝機の金融、平準法である。これらの政策は、武帝の下で、経済的手腕を振るった、総広氏羊が実施したものである。金融法は、全国の物価を調査して安い地方の高額物資と、穀物を買い、高いところで売り払うことで、国家収入とともに、 物価の地域格差を鳴らすものである。平準法は安い時期に高額物資と穀物を買い込んで国庫に積んでおき、それが高騰した時に売り出して、この政策は物価の安定とともに商人が物資の輸送と取引へ介在することによって利益を与えることを防ぐ目的がある。この政策は効果を上げた。武帝のそもそも小政策とご主戦の発行、増税による 工作地放棄の進行と土地の平丼に伴い、豪族は土肥や小作人を囲い込み、周辺の郷里との関係を深めて、共同体を形成していく。遊興は、罪を犯した逃亡者、生業につかない者、生活が破綻した没落者などが、ブライノトなど公の外に位置するようになった存在。それを取りまとめた者が、四季、感女の遊興列伝に収められている四季や劇、 もうといった人物であり、その勢力は豪族どころか中央政府すら無視し得ないものになっていた。例えば、クレスワイ七国の乱の際に政府側の総大将であった、ツ都合は、激武氏に対して、猛う諸公たちがあなたを味方につけていると思ったが、そうではなかった。これで東には、心配する者がいない。と述べている。 国を二分する対乱において影響力を発揮できたということである。遊教の持つ人教精神は、前漢のある時期までは遊教にとどまらず、多くの人間関係に不縁されており、皇帝と皇族を母体とする管理の関係も、人教精神に基づく面があると述べている。式季、勘所にある遊教列伝と五勘所にある法術列伝。 逸民列伝はそれぞれ全官と後官の時代精神の違いを如実に示していると言える。律令で差別されたのは土肥と罪人であり、一般民は諸人ないし良人と呼ばれる。奴は男奴隷、女は女奴隷のことで罪を犯して官奴隷となった者や借金や飢餓により身を売った者が該当する。私土肥の主な囲い先は豪族であり、 豪族の所有する他の工作や手工業に携わった。政府に管理される感度比もあり、罪を犯した者や罪を犯した管理とその家族、戦争捕虜などが供給源で国有地の工作や土木工事などに刺激された。土費は戸籍に登録されず、土費の子供もまた土費とされた。土費や罪人とは別に、諸人階級の中で別視されていたのが商人。 職人といった職業である。司書によれば、五漢大の西暦105年に、サイリンが樹皮や麻のボロから紙を作り、和帝に献上したと記しているため、従前は、紙の発明者は、サイリンとされていた。しかし、全漢大の遺跡から紙の原型とされるものが多数、見つかっている。世界最古の紙は、中国甘粛省の法マナだから出土したものと考えられ、 前漢時代の地図が書かれている。年代的には、紀元前150年頃のものと推定されている。漢代の思想史を大まかに言えば、前漢初期には、建制化を中心とする、功労思想と、旗以来の経明思想が流行。時代と共に支配層にも儒教が広まり、大毛から三竹帝の時代にかけて、儒教国家と呼ぶべき体制が出来上がったと言える。儒教。 編集あるものは当時の書体である霊書体で書かれており、別のものは霊書体以前の書体で書かれていた。このことから前者を今分、後者を子分という、内容は基本的に同じであるが、微妙な異はあり、どちらがより正しく成人の教えを伝えているかが論争になった。さらに当時の計画は、定書一つを専門的に学ぶものであり、 そのためどの経書に学ぶかでこれも学派が様々に分かれることになった。一例を挙げれば、小書においては副詔が壁に埋め込んで文書の難を逃れたという今文詔書と経帝時代に孔子の旧宅の壁,の壁の中から発見されたという古文詔書がある。このうち、春秋供養伝えを学ぶ供養学派の立場から儒教の新しい地平を開いたと言えるのが当中所である。 当中女は武帝に対して、天人相関節、採意説を唱え、儒教の教義を皇帝支配という男の支配形態を、正当づけるように再編した。当中女は武帝に対して、儒家を官僚として登用すること、五教博士の設置などを権限した。十四、五教博士とは五教である、死、書、礼、駅、春秋供養伝えそれぞれを専門に学ぶ博士のことで、後、 選定の時に増員されて十二となっている。テキストがバラバラなのは不便であるため制定期の竜教、竜親子によりテキストの整理が行われて一本化された。現在伝わる継承はこの時に整理されたものに基づくものが多い。また竜教、竜親子は古文派であり、この時代に新しく発見された古文である春秋刺伝、修来がもてはやされるようになる。後、来は 大盲の政権樹立の際に論理的根拠として使われ、差し伝は疑心以降、三伝の中の中心的位置を占めることになる。また、前巻末期には抜き書きが流行を見せることになる。これに関しては、神秘思想で口述。未知や編集期は肯定。おいは、老子のことで、どうかの文化の一つである。信奉者として上がるのは、高祖の後新の一人、総三である。 総三は、聖の上昇を務めていた際に、蓋を焼けなる人物がこの功労の道をよく、退徳していたので、その言葉を聞いて、聖を治めたという。その後、総三は、昇華の後を受けて、中央の上昇となったが、昇華の方針を遵守し、国をよく治めた。これ以外にも、京帝の母、東大豪は、功労の道を信奉していたといい。 当時の支配階層の間で功労が主流であったことがわかる。式学期列伝には、創三に至るまでの功労の道の学頭が記されており、川上武人という人物がその初めにある。この人物が何者で、実在の人物かどうかも不明である。神秘思想、編集例えば、武帝の系統した神鮮思想や当時流行した不幸など、そして神秘思想の中でも、 高度に理論化され、構成にも強い影響を与えたものとして、恩苗古行説、アマネ人相関説、サイ説がある。恩苗古行説は、この世のすべての自称は木角金水の五行に分類され、それが循環することで、この世が成り立っているという考えである。天人相関説、サイ説は、万物の相乱者たる天と人間は、 連関しあっておりもし人間が誤った行いをした場合、例えば時の皇帝が暴政を行うと、天はこれに対して天才を起こすという考えである。五行に基づいて漢はどれに当てはまるかが全漢を通じて何度か話し合われており、紀元前104年に一旦漢は土徳の王朝であるとされた。旗は水徳の王朝であるとされており、その真を勝つした十五ので、 土徳とされたのである。しかし、漢は、一徳の王朝であるとの主張が、相定期に、竜教、竜親子によってなされた。竜によれば、衆は、一徳であり、そこから生まれた漢は、一徳であるとする。16。これが思うによって是任され、以後漢は、一徳の王朝とされた。五漢末に起きた黄巾の乱や漢から禅状を受けた、義の最初の元号が、気発であることは、黄色が、 一徳の次に来る、土徳、十七の色だからである。天人相関説、採意説は、東中女が唱えたものであり、この時代の儒教は多分にこういった神秘思想を含む、ものであった。東中女以降になると、この神秘性は、さらに強くなり、未来までもこれにより予言できるとされた。これを真意という。神とは、自然現象が何らかのメッセージを残すことであり。 例えば、小帝時代に、葉っぱの虫食い跡が文字になっており、高尊病遺律と読めたという。これは後に、先帝が皇帝になることを示していたとされた。抜きとは軽書に対しての抜き書のことである。聖人の教えを書き記した軽書であるが、軽書はその対抗を示したものであり、現実の事柄については、抜き書に記されているとされた。今日は縦糸、抜きは横糸のことで、 縦糸と横糸が揃って初めて布が出来上がるように、抜き書きがあってこそ、成人の教えが理解できるとされた。しかしその実態は、関内の人による偽作であると考えられる。なおこの真意のことを記した、書物すべてをひっくるめて、抜き書と呼ぶ場合もある。前巻末にはこの抜き書きが大流行し、抜き書を学ばない者は、学会で相手にされないような状態になった。この状況を、 最大限に利用したのが王毛である。例えばある者が井戸をさらったところ、その中から石が出てきて、そこには暗官公房に次ぐ皇帝となれ、と書かれていたと王毛に報告され、これを受けて仮皇帝となった。もちろんこの石自体が王毛の仕込んだことであると思われる。前述したかも一句の王朝としたことも王毛が自身を春の子孫であると吹聴調していたことに、 つながっている。18。仏教、編集仏教の中国伝来については、もとこと武器元年に、月史を通じて、不都教が伝来したというのが、諸説の中でも最も早いものの一つとなっている。19が、全館内には社会への影響力は、ほとんどなかった。歴史、編集歴史の分野で取り上げるべきは、何と言っても、芝線の、式である。24芝の第一であり、 後世の歴史家に与えた影響も大きい。式は、芝仙の個人の著作として書かれたものであるから、後の詩書と違い自由に、芝仙の思想が現れており、文学作品としても高い評価がある。式以外では、陸家、祖間春秋、流教、戦国作、新女、税延などが挙げられる。監視、編集、二十全館台には、監視はまだ確立した存在ではなく、 その元となる二つの流れが存在していた。一つは、司教を源流とする歌謡の流れである。歌謡という言葉が示すように、司教に収められている詩は、もともとは、音楽や舞踏と共に演奏されるものであった。この流れを受けて、武帝は、ガフという部署を作り、リノブとを、その主観とし、民間の歌謡及び祭域からもたらされた音楽を、収集し、 新しい音楽の流れを作り出した。このようなものをがフ体と呼ぶ。21。ガフはその詩の種類によって7.8種類の楽器を使う。管楽器では、小、笛、小、弦楽器では、質、箏、語、琵琶などである。ガフ体の大きな特徴はごことしであること、また符に比べて、表現の上では質素であり、民間の歌謡を演言としていることから、 民衆の素朴な感情が出ていることなどである。これの代表としては、李信都氏の歌手が挙げられる。もう一つは、祖地を源流とする符の流れである。戦国から、前漢初期には、祖地風の七古都市である、祖世の歌と呼ばれる詩が、盛んに歌われた。例えば、高祖の、王風の歌、高雨の、外科の歌などである。それが、武帝期の芝助ゆに至り大成され、符が成立する。 負の特徴としてはまず、素字を引き継いで七ことであること、そしてある事柄について、描写に描写を重ね美しい言葉とツイックで、埋め尽くされたある主家長までの表現である。柴助行き以外としては、かよしみや武帝が挙げられる。柴助行きの代表作として、か林ばが挙げられる。前巻はすでに2000年も前のことであり、その間に幾多の戦乱が起き、関代の美術品は、 史上世界にはほとんど残らなかった。現在残る寛大の美術品は、ほとんどが地下世界、墳墓の中やー跡など土の中に埋まっていたものである。このようなものを土中古という、墳墓、編集、左が、先生省寛容、西館の軍人の墓から出土した騎兵の陶磁器右が、西もしくは、東館のナマリアンがある聖堂画像寛大の、墳墓からは副葬品の食器。 家具などが大量に出てくる。王侯の墳墓などは実物そのものを入れる場合もあったが、それであると費用が莫大になってしまうため、実際のものを模した土器を代わりに入れた。これを名器という。名器は、非常に思考に富み、食器、家具、家屋、鳥、犬などの動物、身の回りの世話をするための奴隷、さらには、学士や芸人といったものまであり、当時の生活の様子を物語ってくれる。 もちろん本物の青銅器、陶磁器、漆器も大量に出土している。その他の副葬品として、畜艦、木艦類が見つかることがあり、関代の貴重な一時資料となっている。関代の出土物として特筆すべきものの一つに、馬王体看護で見つかった保存状態の良好な女性の遺体がある。彼女は調査国の上昇を務めたリアオの妻で発見時には、 頭髪も皮膚もきちんと残っていた。しかも皮膚には弾力が残されており、指で押すと元に戻った。もう一つは、龍翔の墓、万丈漢望などで発見されている、金竜玉衣である。玉の板数千枚を金の糸で縫い上げ、これを持って遺体を折っている。地位によって、金竜、道ルの三段階があり、剣士で縫う、糸糸もある。玉には、 腐敗から死体を守る効果があると信じられていた。西京雑記にはこの金流玉位について書かれていたのだが、莫大な費用がかかる金流玉位は実際に見つかるまでは誇張であると思われていた。22。絵画、編集墳墓の壁には壁画が描かれていることが多く、神話や歴史古事、戦争あるいは悲壮者の人生などその題材は多岐にわたる。 また壁の装飾に彫刻を施している場合も多いが立体性はほとんどなくこれは彫刻というよりも絵画の類と見るべきものであるこのようなものを画像石と呼ぶ宮殿の装飾などには非常に大規模な彫刻が施されたとの記録があるが現存していない壁画以外に特筆すべきは馬王大幹部より発見された蔡英博画である上部は 天井世界であり右の太陽の中にヒカラスが月の中にヒキガイルがいる。太陽と月の間にはジョカがいる。中央部は現世であり、悲壮者のリアオの妻が次女を引き連れている。下部は指定世界であり、大地を支える巨人や亀などが描かれている。陶磁器、編集寛大の陶磁器は広く有役が用いられるようになり、陶磁器の歴史において契機となった時期である。 戦国では、海遊が主流で、鉛遊もあったが、出土例は少ない。それが、寛大になると急速に普及し、緑遊が盛んに使われ三足の様式と共に流行し、その他に、活遊や交遊、政治が広く作られた。緑遊と活遊は低温度で焼かれ、緑遊島の主な用途は投げ壺と呼ばれる遊戯用や再起であった。交遊等は、主として、 酒樽に用いられた、政治は幸運で焼かれ、主に瓶や保存容器などに使われた。その他、醤油や酢、油などの調味料の保存や、水亀、さじや皿など様々な食器、酒付きに陶磁器が用いられた。上流層は日常的な食器として、政治や紅油塔を、採取用に緑油塔などを使い、下流層は下流の陶器を主に使っていたようである。 23湖南省調査の馬王大官房より出土された絹の旗。調査王国の高官、リア王爵の妻神追の棺にかけられていた。官服、ZH、中国服飾なども参照。官代において集団より続く、真意は男性はあまり着なくなった。深頃元とは十二単のように頬という衣を何枚も重ねて着るものである。 しかし活動的な官邸国にはこれは似合わず、重ね着せずに方が一枚、下着が一枚というのが一般的になった。身分の高い男性は、長方と呼ばれる膝くらいまである上着と、という袴と、前という下着を着る。長方は裾の形で極裾と、直裾に分かれる。元は、極裾が正式な礼服であり、直裾は公式の場では着てはいけなかった。しかし次第に、 極子素は、廃れていき、自家裾が主流となった。禅は外にいる時は下着であるが、家にいる時は禅のみで過ごすこともあったらしい。また、来期には、禅を、OK、系と、なしと記され、上に羽織る衣だと、解釈されている。全体的に布を多く使っており、ゆったりとあまりきつくは締め付けないように作られている。そして大事なのが缶である。缶には、非常に細かい形式があり、 その形によって、役職や地位などが分かるようにくらいの高いものの弁官、官官の長官、武官の武官、裁判官の法官、文官の領官と区別されている。足に履くものは、祭祀の際に履く、出世する際に履く、利、家で履く、外出の際に履く、月気がある。槍など大事なものは絹は、クズや浅で編まれた。月期は、木で作られており、 歯が2枚ある下駄のような形をしている。また、廃樹が重んじられ、玉や真珠で飾られた。恋愛の告白には、廃樹を送ることがよく行われていたようである。労働者たちは労働しやすいように短い方と長い、起きて、労働の時には足の裾を上に巻き上げる。次第部は冠であるが、庶民の男性はズキンを被る。靴は履かず、素足が基本である。一方、女性は、 前代から変わらず、深頃もが一般的であった。上下一体型の打ち掛け、前衣と腰までの長さのジュスカートである、チューンを組み合わせる場合とがある。髪型には非常に思考が凝らされ、その髪飾りも別光や玉や金などを使われた美しいものであった。コモンズの関内の美術のカテゴリーも参照。高祖時代に南越国、 英史朝鮮の君主をそれぞれ皇帝に属する王として、作法した。これが、いわゆる作法体制の始まりとされている。皇帝に、直接使える進化を打ちつおみと呼ぶのに対して、南越や朝鮮の君主たちを外進と呼び、その国を外反と呼ぶ。武帝時代初期の艦の国際関係素官戦争期、郷土では、撲突前雨が立ち、東郷を滅亡させ、月誌を西に追いやり、 呂村などを支配下において、北アジアに葉を唱えた。さらに、漢王神が封じられていた台に大軍を持って、侵入した。漢王神は強度に寝返ったため、酵素は自ら申請するが、撲突の策にはまり、平常にて7日間にわたって包囲され、命からがら帰還した。この時に結ばれた名約が、漢と強度は、兄弟、28となる、漢の酵主を、強度の足とする。 藩から毎年贈り物を郷土に送る。と、郷土側に有利なものであった。その後、旅合時代に、牧突から旅合に対して無礼な信書が送られた際に、郷土攻撃が計画されたが、さたやみとなった。文帝時代には、老城前愚、軍神前裏により何度か進行があり、その度に和平を結び直された。武帝は、長剣の西方への派遣を行うなど、 強度攻撃の準備を整え、紀元前134年に、馬優29の土豪の上一というものが考えた、作謀を採用し、対強度戦争を開始した。上一の作は、軍心前右に対して、偽りの手紙を送り、軍心をおびき出して撃つものである。この作戦は察知されて、失敗に終わり、上一は中殺された。これ以後、紀元前119年まで、 計8回回回ののの遠征がが行われる。る。から6回までで主役となったのがである第1回の遠征において、衛星、c 理など4人の将軍が、それぞれ1万機を率いて、各方面から強度に攻め込んだが、他の将軍は全て敗れ、衛星のみが強度の支給数百を得た。これを皮切りに、第3回では、オルドスを再び奪い、第4回では、強度の右肩王を敗走させ、 大将軍に登った。七回の遠征は、衛星の追い、各挙兵が主役になった。第七回では春、夏の二回遠征を行い、郷土の今夜王は、数万な捕虜と共に、艦に投降した。さらに続く第八回では衛星は、一社前右の軍を大破し、各挙兵も、郷土の王、兵士数万を捕虜とする大戦果を挙げ、二人共に、大芝とされた。この結果、 郷土は本拠をゴビ砂漠の北へと移さざるを得なくなり、漢は新領土に部位、主戦、遁光、懲役の火災四軍を設置した。以後、郷土は20年近く姿を現さなかったが、漢が再域に勢力を伸ばすと、再び強度は艦と敵対する。武帝は、紀元前103年から、再び軍事行動を再開。紀元前90年に至るまで、李口李将軍を、 おもとして、数度の遠征が行われ、小さな戦果と多くの損失を招いた。李領は奮戦しながら、罪に落とされ、芝千も休憩に処された。最終的に、李公理は強度に降伏し、武帝は、臨大の章を出して、遠征により、民衆が苦しんだことを自ら批判した。一連の戦争により、韓、強度ともに疲弊したが、前帝に至り再益諸国は漢に服属。 再域都語が設置された。紀元前58年、郷土では、古漢屋前雨が立つが、古漢屋の兄も自立して、自然雨となり、東西に分裂した。古漢屋は、紀元前51年に自ら、男へ入庁し、先定は古漢屋に、郷土前雨寺を授けて、古漢屋を、寛の外心とする。さらに、元三の紀元前36年には、嘘を、攻撃した、自然雨を攻め。 打ち取って首を長安にさらした。以後、全館の終わりまで北方は安定した時期を迎えた。紀元前2世紀頃の全館と周辺紀元前139年、武帝は長剣を即土地方の大月市へ送り強度の強撃施策を解くが受け入れられなかった。帰還した長剣により西域の情勢が伝えられた。長剣以後は大園、大月市。 安息などの西域諸国との交易が始まり、西方からブドウザクロウ馬小屋市などが輸入されて、艦からは絹織物が輸出された。交易には、いわゆるシルクロードが利用された。武帝は、西域諸国の中でも強度に属していたロウラン、シュートメシを服属させるために、紀元前108年に遠征軍を出し、その後も2回にわたってシュートメシへ遠征している。また、 大炎の完結場を得るために、利口利将軍を遠征させ、苦戦の末に大炎を服属させた。西域都合を創設する頃には、ほぼ西域の平定事業は完成した。その後は、全館の最後まで安定期が続くが、大毛の異民族を伏別する政策のため西域は、館の支配から離れた。始皇帝はベトナムに遠征軍を送って、ここを直轄領としたが、旗滅亡後にはこの地に、 漢人、超宅が自立して南越国を建てた。流邦の時代には南越王に作法して懐獣した。武帝は紀元前111年に南越の内紛に乗じて遠征軍を送り南越を滅ぼして直轄領とした。これ以降10世紀の暮れ朝成立までの長い期間、ベトナムは中国の支配下に置かれることになる。南西部には 野郎時代の言葉で有名な野郎や天などをはじめとした群生国が多数あり、この地の民族に、漢の管理が殺されたことを契機としてこの地方の民族を解体して直轄支配に置いた。しかし野郎と天には黄号を与えて、改藩とした。紀元前一世紀頃の全漢と男四軍の一朝鮮に関しては前述した通りに、英子朝鮮を滅ぼして、紀元前108年に、 朝鮮半島北部に男四軍を置いた。関四軍は、高栗の後期するにつれて保持することが難しくなり、元都軍が高栗。朝鮮半島南部にはこの時代は100国近くの部族国家があり、三冠といわれる部族国家連合が存在していた。日本列島にも数百の部族国家があり、前代に引き続いて中国との交流により、様々な技術文化が日本にもたらされた。 慶イ立元元子を元モトコウ元トえ、イタ原宝対書転換、ふとし進むわごもと元もと大鳥元平本、七節元とコウガミシ路ク、五宝老発元と長光立、秋ら京安市立鹿は平日つ日大鳥吉見みはじめ元の別す和立平元ラとこと不機嫌し、巨節初はじめ、ありがとうございます。